ジャニーズ問題ですね。はい、はい、とうとう性加害のサンクチュアリが崩れたと。12週以降何回やってるかも分かんなくなってきた週刊誌のキャンペーンなんですけどもまた注目記事があったので、うん、でしたね、ご紹介したいと思いますけど、はい、うん、まあ、性加害に3カ国がのバレーワールドカップからジャニーズが追放されたという記事がありましたね。ナンバー215の動画でですね、はい、あの関ヶ原の様子見状態になっているというお話をさせてもらったんですが、あのとうとうテレビ番組の一つからジャニーズが消えることが起こりそうだということですね。つまりまあ忖度してたテレビがですね、とうとう忖度ができずサンクチュアリが崩れたということになったというのがまあ今回の記事の意味合いかなとちょっと分析するんですけども、でまああのざっくり話を記事を説明するとですね、まあ、ジャニーズが消えることになったらバレーボールのワールドカップですね、でこれはこれまでフジテレビが独占的に放送を行ってきたコンテンツですね。でフジのバレーのワールドカップではですね、まあ、ずっとジャニーズがスペシャルサポーターとして出てましたね、そうでしたね、95年 V6、 そう、嵐、そう、ニュース、はい、平成ジャンプ、はい、セクシーゾーン、はい、ジャニーズ WEST という名だったジャニタレがですね、はい、出てましたよね。でそれが消えるというのが今回の記事の主眼でしたよね。で V6 の V がバレーボールの V だったって知ってました？そうなの、そう、僕も初めて知って、そうなんですか、そうなんだ、そうです、歴史がある番組であったとジャニーズにとってですね、はい、フジテレビすごいね、英断、23年9月にワールドカップがあると、はいはい、で当初は A グループっていう、はい、あのグループがデビューをそこで果たす予定だった、はい、で確か V6 のバレー番組とかでデビューなんですね、うん、そういうのがまあ一つイベントとしてあったんですけど、はい、果たす予定だったデビューがワールドカップの3カ国から性加害事務所はダメだという、まあ、クレームが入ったというのが文春のまあ指摘だしね、で消えたと、だから A グループのデビューがまあ、先延ばしになったのか、まあ、順送りになったという形でちょっと9月はなくなったということですよね、うん、それは参加国は使うんだったら、うん、その大会出ないよみたいなことを言ってるってことなんですか？ちょっと文春の記事を読むとそんなようなイメージでしたね。うん、当然その欧米の価値観から言ったら、はい、まあ、この問題ね、 BBC でもこじられてて、はい、聞くとそのワールドカップはまあ日本のバレーボール協会と、はい、あと世界のはい、連盟とか、はい、まあ、共同でコートを仕切るんで、はいはいはい、そこのコートでジャニーズタレントが踊ったり歌ったりするわけですよね、はい、でそれが通例になったけどそれでいいのかっていう話はやっぱりなったということでしょうね、今回の記事を見てね、はいはい、でこの A グループはジュリー藤島さんのお気に入りグループでもあった。なるほど、そうですね、そうですね、嵐とかもそうですけどジュリーさんお気に入りグループ多いんですよね、うん、嵐もそうですし、あと関西ジュニアは昔ジュリーさんはね、タッキーが東京で関西はジュリーさんなので、そのウエストとかね、そういうのもそうですし、だからそういう意味ではまあ性加害はなかったにせよ、ジャニーさんのお気に入りがデビューできたようにジュリーさんのお気に入りがデビューできるっていうまあ構図にもあったんじゃないかと言えますよね。バレーとしてジュリーさんお気に入りのグループがいなくなったと。でやっぱりフジテレビってジャニーズと一番近いテレビ局の一つですね。もともとね、ジュリーさん自体もフジテレビにいましたし、そうですよね、はい、うん、まあ、そういう意味では、まあ、ゆかり深いフジテレビがジャニーズ企業を見送ったっていう事実は、まあ、外圧があったにせよ業界の地殻変動を感じると。スポーツイベント、うん、これからもね、うん、その他にもジャニーズ入ってるスポーツイベントってあるじゃないですか、うんうん、ですね、こういうのどんどん ね、 サポーターでしたね、すごい影響出てくるんじゃないですか。出てくるでしょう ね、 ね、前例が一個できたわけですからね、うん、なんかワールドカップサッカーとかいろんなので、ね、なんか出て絡んだりしますよね、うんうんうん、これでも外国がそれだったら出ないって言い始めてから、うん、まあ、しょうがなくやめたって感じですよね。まあそうですよね、まあ、番組は成立しないっていうことですよね。そもそも大会が成立しねえじゃんみたいな話になったからもうやむにやまれずっていう、うん、だから積極的にね、うん、この問題が悪いからやったっていうわけではないですよね。そう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 、世界の国でですね、性加害少年にして許される国ってのは独裁国家と犯罪国家しかないわけです、もしあるとしたらですね、うん、それでワールドカップってやっぱりね難しいですよね。ジャニーズ事務所はやっぱりね、まあ、今後どうするかということで、はい、一つはまあ記者会見をね開くということをホームページで出しましたけどね、うん、いつやるんですか、まあ、これも分かんないんですけど、その再発防止チームの調査が早くても9月、はいはいはい、
ってされてるんですよね、はいはい、でまあ、それを受けてするというような流れにもなるんじゃないかとも。結構先ですね、まあ、そうとは言ってんですけど、前もね本当に発表できるのっていうこともあるじゃないですか ね、 すかね、国連もあるので、そうそうそう、あと誰が会見に出てくるのかですよね。まあそうですね、うん、でこれも結構諸説あってですね、はい、ジュリー藤島社長が出てくるっていうのはまあ当然の筋なんですけど、はい、本当に出てくるのか、うん、例えば幹部とか誰かに責任をかぶせて出させるっていうこともあり得るんじゃないかと、マジっすか、言われてるんですけど、まあでもこれはまだあのホームページでちょろっと発表してるだけなんで分からないですね、実態はどうなるかっていうのは。国連調査はあり、24時間がテレビがあり、その次にはまあワールドカップなり調査チームの報告書ないということで、まあ、ここ数ヶ月はまあ激動は続きそうだなと。なるほどね、メディアの動きはどうか、はい、うん、報道もちょっと徐々になくなってきて、うちの YouTube と週刊文春と数メディアだけの報道みたいな感じになってきたましたよね。メディアに一応ワンカウントしたんですね。分かんないですけど、メディアだったんだって。そうそうそう、まあ、確かにそうですね。そこまでの影響力がないんでね。でちょっと試しにあのアイラドットっていう、アイラドットアイラの話ですか、ちょっとジャニーズで調べてみたんですよ、はい、じゃあ相変わらずジャニーズ様式記事がザッと出てくるんですよね。そうなんですね。やっぱ朝日新聞全く反省してる。今も最近も、まあ、最近はちょっととりあえずトップ10ぐらいは山下達郎の記事は1本だけあったんですけど、その外部筆者、まあ元朝日新聞だけど今のフリーランスかなんかの人が書いてて、なんかそれも責任逃れな感じじゃん、ね、他者の意見だからっていうのはまあよくある贈答手段じゃないですか、うちが言ってんじゃないんですよみたいな、この人が言ってんですよ、そうそう、でまあ話題だくしみたいなね感じでね、あとはなんか用意書記事がねいっぱいでしたね。用意書記事朝日新聞はね、やっぱ映画史制度とねスポットライトもう一回見直してやっといた方がいいんじゃないかと。うんうんうん、どのぐらい要所してんですかその。いやなんか要所っていうか、なんとかジャニーズグループの誰かが語る受験戦争の勝ちコツとか、なんかそういうなんかまあ、まあ、いい記事ですよ、いわゆるね要所というか。うん、なるほどね。まあ宣伝とも言えないくもないような、うん、なるほど、そんな記事でしたね。なるほど、そうか。そうで。んどうしました原稿終わっちゃいました。そうです、ね、終わっちゃってるんですか。いや今ページめくって何も書いてなかったから、うん、た多分俺振り返って書き忘れた。いやいやそう終わってた、まあ、だから外圧じゃなく自ら変わる日本であってほしいなと思いながらも、ね、なかなか状況は失礼して彼らの話はでもすごいね。そのだってこれだけ話題になって、うん、る時に、はい、そのジャニーズタレントをね、はい、そうやってこう、そうだね、なんていう、いい記事でこう起用してみたいな。そうそう、だから前あの報道特集で、なんとか元編集長が、ね、言ってたことは変わらず健在っていうことですね。でも、まあ、テレビも普通になんか、まあ出てますね、今度 CD 出しますみたいな、なんか連続1位ですみたいな、ね、普通にいっぱいやってるから、うんうん、もうなんか完全にスルーですよ、スルーですよね、うん、国連が入ってきてどうなるか、うん、日本で先になんかうまく解決できるといいんじゃないかなとは思うんですが、うん、認めて、皆さんすいませんでしたってジャニーズが言ったら、うん、世界はそのタレントさんが出てきても OK になるの、そこの、なんでしょうね。でも基本世界的には犯罪ですよっていう話 で、ね、犯罪企業が謝れば、うん、泥棒が謝って済むのかっていう話になるじゃないですか、うん、結局じゃあもう異業はない、なかなかね、身売りするのか解散するのかっていうのが、まあね、まあもちろん名前も変えるもあるんでしょうけど、縁を切り方をどう切るかっていうね、うん、ところは問われていくでしょうし、うん、そうね、前もね紹介したねエプスタインの事件ではね、うん、関連企業でさえ保証金というか賠償金を払ったっていう状況じゃないですか。ジャニーズの被害になった人がジャニーズを見るたびに思い出すみたいな、うん、精神的苦痛はあるみたいな、うん、訴えを起こした場合に、うん、裁判所がどう判断するとかっていう問題にも今後なってきますよね。そうだよね、うん、メディアでちょこちょこまた、うん、これは新たな、うん、被害に遭ったここ、うん、そうですね、はいはいはい、70年前の、ね、お話とか、うん、これからもまだ、ね、まだあるんじゃないですかね、うん、そういう人がね、ポツポツみんな俺も俺も、うん、そうですね、うん、まさにミートゥーか、ミートゥーですね、結構深刻なのにのんきですね、うん、なのでジャニーズの動きがね、ジャニーズ動きがね、状況が変わってるってことは分かってないんでしょうね、うん、周りはね、まあ、かどうしていいか分かんなくてパニックになっていって、うん、何もできないっていうのかもしれないですよね、うんうん、選択肢はもう限られてると思うよね、もうここまで来たらね、うん、保証するってことをまず言わなきゃいけないんじゃないですか、
ね、うん、まあ、今ではみんな我慢してるけど、まあ、今はいいから、まあ、過去はいいから変わってくれっていうのがカウアンさんとか発言じゃないですか、うん、それをそのまま鵜呑みにしてるってこと自体が問題だと思うんですよね。被害を受けた人は人生が狂った人も多いわけじゃないですか、そうですね、ね、しかもデビューもできずに被害を受けたって人も多いわけで、うんうんうん、こんだけでも何もやらないってなると、うんうん、やっぱりそんなんでしょう、売れてる人で被害に遭ってる人がいるからなんじゃないかなって思ってしまうんですよ、うん、まあそうですよね、うん、だからその人たちをその商品として傷つけるわけにはいかないっていう力が働いてるというか考えがじゃないかなって思っちゃいますよ、ね、うんうんうん、まあ今のビジネスをに群がってる人たちがいるわけですから ね、うん、ね、それをなしよって言われてできないってことですよね。そうだから売れなかった子だけが被害者だったらなんかごめんなさいしても、うんうん、いいような気もしちゃうんですよ。ただタレント事務所本当タレントこと関係ても一回全員解雇して解雇でタレントタレント別の事務所にみんな移っていけばいいじゃないですか。人気者ですからね。ジャニーズ事務所はもう生産企業として保証とか、ね、うん、フォローアップに回ると、もう やるにしても今のスターたちが実はみたいななるのが結構ダメージがでかいじゃないですか、その人たち、うん、まあ、でもそこはもうし ね、もうしょうがないので、ただ今ジャニーズ事務所じゃないんですよっていうことをしてあげるのが多分優しさだと思うんですけどね。いや多分ね、そうなんだろうと思っちゃうと、うん、やっぱり、まあ、でもね、どこの事務所行ってもね、うん、ジャニーズだよなみたいな感じに見られちゃうのが、うん、それだけやっぱ罪深いことでしょ、この事件。罪深いです、うん。